最初から朝ここに止めとけばよかったね。なんだったっけ、船岡竹林公園、これ受付なんだよね。トライアルがあるじゃん。トライアルに行くか。31度。マジか、もう31度もあるのか。あ、ちょっと待った、あごひもしてない。びっくりなんですけど、今回やっぱ涼しい。まあ、だいぶ涼しいな、昨日に比べたら。ああ涼しい。海海、太平洋側でよくある独特なあの腐ったような匂いがしないな。ああそうや ね、それは確かに言えるね。こんなに早く出るのってあんまないね。いやーやっぱ夏は早く出ないかんわ。この辺はやっぱ海鮮があれだね。そうか、海鮮食べないかんかったか。ここの方はちょっと曇っとんね。山は雨だもん今日。なるほどね。そうです、今日のホテル行くときにカッパを着るかどうかちょっと悩む。ツバメが飛んでる。何が飛んでる？ツバメ。魚が飛んでるって聞こえた。魚ってなんだね。人かの、人の名前かね。誰ですかそれ。ツバメよツバメ。見えてきたよトライアルが。さあトライアル24時間営業かどうかやってるじゃないですか。目的地は左側です。お疲れ様でした。どこ止めようか。俺の横に止めて。俺の言ってる意味が全然、まあいいや、もう俺ここに止めるわ。もうはい、いいよ、ママ卒来て。贅沢に2台止めればいい。俺の言ってる意味が全然理解してくれてないよ。もうなんでと思う。ちょ待ってたんだけど、パパどっち行くんだろうとか、どっち行くかわからんのに理解してくれないって言われても暑いわ暑いわ。おお素晴らしいですね。ちゃんとあるんですね、スマートカート。16円しかない。おお、なんかいっぱいある。愛知県と全然違う。わ、めっちゃいっぱいあるじゃん。どうしようかな。フレンチエビマヨネーズ、あと焼肉、これこれでいいよ。49円のお茶があるじゃないですか。水にしようかな。39円だよ。桃店はないですね。トライアルがあるんだったら下着とかここで買えばよかった。持ってこない。こんにちは、今日の調子はいかがですか。今日の調子はいかがですかって聞かれた Google に。すみません、うまく理解できませんでした。 Google が勝手に割り込んできて俺に話しかけてくるんだよ。 Bluetooth か。君には話しかけてないんだよ。トンチンカンだし回答が。あなたはもうちょっとコミュニケーション能力を学びましょう。あなたは自分のことを一生懸命喋ってもコミュニケーション成り立ちますよ。じゃあ行きますか。どっかで休憩する？休憩できそうなところがあったら。とりあえずさ、うん、現地向かって行ってもよくない？だって7時半だから。まあちょうどいいか。あんまり多すぎると入れなくなるしな。それでは行きましょうか。ナビ設定してある？はい。じゃあ出た。顎ひも閉めてない。出た出た。この人たちは通路として使うんじゃない。凄まじい。しかも俺らがおるところに入ってこなくてよろしいです。あーめっちゃ涼しいわ、ね、これくらいだったら最高なんだけどな。なんか向こうの方は雨降ってんね。あれあれは雨柱だ。ということはこの辺はそこまで気温が上がらなそうだな。かもね。言うて32度。32度だったらまあ許しやる。昨日があんだけ暑かったら涼しく感じる。昨日はやばいよもう本当。はい、37、8をずっと行き来してたんで。バイク乗って初めてあそこまで疲れた、うん、やばいね。やばい。しかもなんでか知らんけど筋肉痛になってるし。なんでな。うん、やっぱ変に力使っちゃうんだよ、ね、力使ったんかな。大して何もやってない気がする。バイクを一応ヘイ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 押したような記憶はあるけど。それははやぶさ駅のところ。そう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 。まあね、言うてそのくらいじゃん。まあ言うてそのくらいだけど、なんか仕事で普段普段何も鍛えてないことが丸わかりや。恥ずかしいよ。言うて私も同じように押してるんですけど、私は何ともないのにパパだけ、ね、明らかにパパが筋力今まで使ってない宣言をしとる。本当だよな、情けない。一応こう見えても現場でバリバリやってたんだよな昔は。そうね。びっくりした今。急にそんなテンション高めで来るなんて思いもしなかった。何にもテンション高くなるようなとこじゃなかったね。おう、そうだよ。だから、えと何があった、トラックがおった。いやいやいや、ちゃうちゃうちゃう、それでテンション上がるわけないでしょ。上がる上がる。ほら、信号変わっちゃったやん。信号が赤になった。意味わからん。岩の山、マジヤバそう、雨。うん、うん、うわ、ほんとだ。もうあれは完全にやってるね。ねえ、うん、雨祭りや。
みんな駅かな。どうなんでしょうね。駅は8時半から1時ってなってた。じゃあ今大量に人がいますね。見に行くだけ見に行ってみる。そうやね。どんな様子か。ハヤブサラッピングの電車を、うん、今クラッチ逃げ出ないでシフトダウンしちゃった。しかもスコって普通に入った。何もなく。そういうことするからかけるんだ。鳥取自動車道が Google マップ上では通行止めになってるけど普通に通ってますね、車が。あ、お城発見。どこ？お、ほんとじゃん。あれ何城なんだろうね。何城だろう。鳥取城。鳥取城なんてあるの？いや、知らない。これ川原だから川原城。あー、どうだろう。あれは何城だ、ほんとわからん。ギリギリ地図に載ってないな。そうそう、乗らないからわからん、うん、マジハヤブサ港人っぽいないんだけど。ちょっと早いんじゃないか、まだ。それかもう現地にみんな行っちゃってるか。うん、なんかそっちな気がする。あ、でも正面あれハヤブサじゃない。あ、ほんとだ。あのデカさはハヤブサっぽいな。デカさでお尻の感じが。そう、お尻のもっこり感。もっこり。とても安全運転なライダーさんですね。あれハヤブサじゃない、違いますか。ハヤブサですね。ハヤブサじゃん、もう正面見たら。お、もう一台増えてる。ハヤブサ駅に行くんじゃないですか、まずは。皆さんが、うん、お、ハヤブサじゃん、またおったよ、うん、そうです。同じ色やった。シルバーレッドあんまでもいない。限定色だからね、言っとくけど。もう限定色、めっちゃ決めポーズなんだけど、皆さん、うん。おお。多い。並ぶ？ママ。戻る？え、すいません。こうやって向こう側抜けれます？抜けれない。戻ろうと思ったらここ旋回するしかない。多いのでやめます。はい。旋回するよ。どうぞ。パパこれ右行きゃいいんだよね。右でいいよ。やばいな。並んでる。やばやばやば。やばやばやば。多い。やば、この時間であんだけいたらやばいな。やばい、すごかった。うん、はい、どうしてくれた。おいっぱいいっぱい、初代っぽいぞ今。みんな行動早っ。うん、ほら前に。おお、めっちゃおるじゃん。うん、はやぶさの真っ直ぐになってる。もうちょっと追いつくか。はいはい。言うて後ろにもさっきの1台おるけど。まだおるよ、3台も4台もおるよ。うん、これからどんどん。チークリーン公園。何公園？竹林公園。あと2分で着きます。シュークリン公園って聞こえたわ。言ってない、言ってない。なんだそのシュークリン公園。竹林。竹林、ね、耳悪い。耳悪いよ。悪い、うん、ガタ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 。おー、ウィンディング。お、あの人どうした。わからん。あの人どうした。何があったんだろうね。わからん。わかりません。はい、あそこに。うわ、すごい、めちゃくちゃいっぱいおるじゃん。おお。カメラマン、うん、おー、どんどんみんな入ってく、入ってく、入ってく。いよいよ来たぞ来たぞ。はい、ストップ。やば、むちゃおるやんけ。夜、はい、しょいしょ、すごっ、まじいしょいしょ、気をつけていくと。しょ、
白房さんの隣。はーい、もうちょい前、はい、OK。見たいけどさ、倒しそうで。だからこういう通路があるところじゃないと見れん。ね、ニセブサ、ニセブサ、スズメ、スズメブサがいた。あれスズメだった。スズメ本当はスズメって書いてある。鉄ブサだよ、鉄ブサ。鉄ブサ、あれが鉄ブサなんだ、うん、本当だ、鉄ブサだ。すごい。あ、テレス世代できるの、うん、あ、本当、なんだだったら T シャツ買ってこうかな、俺。私白 L。 じゃあ俺 XL。 鈴木式も L だけです、あと、はい、ガーン。やっぱり人気あるな、やっぱ。はやぶさグッズいろいろありますんで、どうぞ見ていってやってください。すごいでもね、コースターにしてるか、キーホルダーといろいろありますんでね。またがっていいですか。またがっていい、よいしょ。おお。意外と軽い。こんなもんなんだね。エンジンかけたいですけどダメですか。エンジンはダメ。白バイまたがって、今日の体験ですけど。あ、テレビですか。テレビ。ああ、マジですか。白バイまたがってですか。どう、そうですね。意外と運転しやすそうだなと思いました。これちょっとライバルホンダですか。僕はね、はやぶさ祭りに来てるんですけど、僕の奥さんがはやぶさに乗ってて、僕は実ははやぶさじゃないです。SF さで来ました、僕は。僕 CB1300 が欲しくて、ちょっと考えたんですけど、そのライバルの川崎の H2 っていうのが、もっと魅力があって、そっちを今検討してます。またこれで今日で変わるんですか。そうですね、結構乗りやすそうですね。白バイの人せこいですよ。そそーっと後ろついてきて、はい、そこの前の車止まりなさい。うー、はい、そこの前の車ちょっとスピード出しすぎだよって警告してくる。あー、わかりました。あとビビるんですよ、突然鳴らされると。鳥取県で育成したオーストラマイというお米なんですけど、はい、ここ数年毎年このはやぶさ駅祭りで全国的な参加が出て、はあはあ、よかったらフォローしてください。この木製ガチャされたことな、はい、ないです、はい、フォローボタンを押していただければ。すいません、ありがとうございます。おです、それで。じゃあぜひこれをこの穴に入れていただいて。へっへっへっへ、先にやるぜ俺が。わかります。あ、あれ、カラー、カラー、カラー、ちょっと嫌だ。すいません、カラーが入ってるのに私も知らなかった。いやいや、カラクジなしかと思ってて、こういうカラクジありましたね、すいません。今回私去年まで担当しとったんで、これ当たりますよね、お米。あー、レンジャーじゃん。カラクジが盛り上がるっていうことが分かる。じゃあこれでいきましょう。そうそう、手つけてたんですけど。この方が盛り上がる。じゃあ知らないふりしてくださいね、またあれ初めて見た。いや本当に僕もね、え、なんで空なのって、この人バレちゃったね、この辺。頑張ってください。はい、ヤーズで撮りたいと思います。ヤーズ行きますよ。はい、ヤーズ。続いては島の広場でハヤブサ祭り作ってください。ではドローン撮影スタートします。皆さんドローンに手を振ってあげてください。はい、ドローンから撮影 OK の合図が来ました。皆さんありがとうございます。いいですか、津田さんと、じゃんけんで、いきますよ、最初。
強しちゃかった、はい、さあここから勝負だぞママ。ここから一人に絞っていきますよ。いきましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽん。あーパーの方結構座っちゃった。連続でパーが出ると、ね、はい、なかなかね。道の駅の発動とか道の駅の若さ、ぜひお金を落としてください。それから若さ鉄道っていう通協さん会長によるお世話になってラッピング列車っていうのが走ってます。この若さ鉄道乗ってもらえるともうちょっと残るかもしれない。もう本当に景色が綺麗で食べ物も美味しくて人情も豊かなとこですので、どうぞ楽しんでいってください。うちの県を、このヤズを好きになってお帰りください。本日はありがとうございました。本日第14回となりました早草駅祭り、お越しいただきましたのは